こんにちは。そう、いきなりすることになったんですけど、見に来てくれてありがとうございます。まいさん、まいさん、やっほー。なんかおかしい。今日はなんか目がおかしいです。あ、長井丸さん、こんにちは。こんばんは。こんばんは。見に来てくれてありがとう。今日もありがとうございます。長井丸さん、ハートありがとうございます。ハート、はい、ハートありがとうございます。あ、ともちゃんや、ともちゃんさん、こんにちは。こんばんは。こんばんは。見に来てくれてありがとうございます。ゆいな、かわいい。俺たぶん、ありがとうございます。そんなことをいつも言ってくれて、配信嬉しい。え、ほんまに？そう、ほんま枠でにしようと思ってたけど、ちょっと遅れちゃいました。こんにちはって言ってしまう。そう、もうね、間違えちゃう。はがきもさ、今年よろしくお願いしますやのに、来年とか言ってしまったし。ほんまに、もう、めっちゃ間違えるんですよ。いいのは塩とスピンか。また言ってくれてる。ありがとうございます。マイク、押さえてないです。今、いけました。どうですか、マイク聞こえますか。マイク聞こえますかっておかしいな。声聞こえますか。あ、太陽さんや、ありがとうございます。あ、ととみちさん、こんにちは。こんばんは。こんばんは。あ、パミュさん、こんばんは。聞こえるよ、ありがとうございます。ありがとうございます。聞こう、うん、わかりません。マリコさん、あ、見に来てくれてありがとうございます。やっほー、かわいい。うん、ありがとうございます。ゆりにゃん、こんばんは。こんばんは。見に来てくれてありがとうございます。今日は髪の毛をちょっと、そう、手持ち配信です。手持ち腕の力をつけるために手持ちをしようと思ったので。ゆりにゃん、こんばんは。あ、ひなさんや、こんばんは。今日は握手券申し込み、ありがとうございます。もう会えるのを楽しみにしてます。え、村上さん、楽しみにしてます。ありがとうございます。なんかめっちゃおかしくなった。本流さん、こんばんは。いいね。こんばんは。こんばんは。鍛えてますね。鍛えてますよ。パミュさんは鍛えてますか。太陽さん、好きが止まらない。ありがとうございます。そんなことをいつも言ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。カズさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。辰宮さん、また見に来てくれてありがとうございます。足も出たよ。なほこさん、ありがとうございます。握手行きたい。ウーリーさん待ってます。会えるのを、ウーリーさんと会えるの待ってます。こんばんは。こんばんは。夕飯おいしいもの、サラダ食べましたよ。足のおかげで元気で、ゆいのもみんなのコメント読めて元気出ます。あるさん、あるさん、見に来てくれてありがとうございます。みんな見に来てくれてありがとうございます。今日も可愛いよ。ありがとうございます。まきまきさん、見に来てくれて、いつもゆいなさんの握手券申し込むね。待ってます。会えるのを楽しみに待ってます。今日も来ました。ありがとうございます。ねるねさん、いつも来てくれて。ゆりっちかわいいと、ありがとうございます。ひーちゃんさん、いつもそんなことを嬉しく言ってくれて。早く話し、ゆいのも早く話したい。なほこさんと早く話したいです。話す、いつ話せるやろ。ゆいなちゃん大好き。え、ゆいなちゃん大ファン、ありがとうございます。みななさん、ありがとうございます。握手会でメンタル、握手会でメンタルを鍛えて、そんなことは鍛えないけど、腕の筋肉鍛えたいと思います。うりちゃん、握手と感謝を伝えた、ありがとうございます。 R さん待ってます。 R さんに会えるのを楽しみに待ってるので、 R さんも楽しみに待ってくれてたら嬉しいです。ありがとうございます。ゆいちゃん、こんばんは。めい、あ、めいさん、こんばんは。あ、りょうくんや、こんばんは。りょうくん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ももちゃん、ツーショットいい感じだった。そう、ツーショットをしたんですよ。ツーショットをしました、せんちゃんと。今日はぬいぐるみを取って、ぬいぐるみを、そう、取ってもらって、で、それで喜んで、あの、せんちゃんも取って喜んで、一緒にあのぬいぐるみを抱えながら腕組んで歩きました。今日はパーカーも似合うの、ありがとうございます。そんなことを言ってくれて、ありがとうございます。
こんばんは。なんかまた見に来て、全然もう見に来てください、見に来てください。ゆいなちゃんこんばん、みのくんさんこんばんは、見に来てくれてありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ねるねさん、どんなぬいぐるみ取れたの？ポケモンのあのイーブイ取ってめっちゃでかいんですよ。顔よりでかくて、もうほんまにでかい、これぐらい、これぐらい、こっからこれぐらいででかくて、ギュッて抱えながらあの街を歩きました。サラビって吉田です、吉田サラですよ。ももちゃん妹みたいな感じかな。どちらかと言ったらももちゃんの方がしっかりしてる、いつも。そうなんですよ、なんかそう、中学生に見えたって言われたんかな、せんちゃんにも忘れたんですけど、そう言われました。そうです、もうね、ももちゃんにもそう思われてます。いつもももちゃんがしっかりしてるんですよ、まあ、ゆいのもしっかりしてるんですけど、そうせんちゃんですよ、せんちゃん。ビッグベビーさんこんばんは。そうせんちゃん、これゲーム、うん、得意じゃないよ。今日一人で7回やったけど取れませんでした。そう、取られへんかった。で、違うゲームもやったけど取れませんでした。で、人がやってるのをずっと見てました。そう、いいなと思って、取れてると思って。ゆいのちゃんがいっちゃんかわいいよ、ありがとうございます。ユナイテッドさん、いつもそんなこと言ってくれて。こんばんは、こんばんは。文太さん、また見に来てくれてありがとうございます。今日ちょっと早口だね。そう、なんかね、ゆいのもともと早口なんですよ。自己紹介も早口かな、なんですよ。そうなんです。そんなエイチが好き、ありがとうございます。マイさん、マイさん嬉しいこといつもありがとうございます。あ、トールさんハートありがとうございます。ハート、はい。イリチ逃走中、捕まる、まず隠れることしかできへん。うん、カズさんこんばんは。逃走中いいなね。短距離とかそういう苦手なんですよ。持久走得意やけど、そう、あ、握手取ったけど返す気で緊張しちゃう。Pさんと握手できるんですか？こっちが緊張してしまう。トースティーさんこんばんは、こんばんは。キャッチフレーズとか決まってるの？決まってますよ。でも恥ずかしい、なんか今日言ってみてみたいになって、もうなんか恥ずかしいって言ってしまったんですよ。恥ずかしいから嫌やって言って、でもいずれかはやるんやでって言われて、もうなんかもう恥ずかしながらやりました。そう、恥ずかしながらやりました今日は。そうなんですよ。ゆうやみさんありがとうございます。かわいいねやって、かわいいね、なかった、かわいい、ありがとうございます。ゆうやみさん、サインは決まった？はい、こちら決まったよ、決まりましたよ。持久走得意ならスタミナあるんですね。スタミナって何？あれ、モンストやったら聞いたことあるで、スタミナで。モンストじゃない、もう早い。キャッチフレーズ恥ずかしいね、かわいい、恥ずかしいよ。七並べ知ってるよ、知ってますよ。配信でキャッチフレーズいいよ。今やりますか？モンハンやってる。ママとね、弟がめっちゃやってました。モンハンのグッズとか磁石とか、もう冷蔵庫にブワーってありました。なんかドラゴンみたいな、分からへんけど、あとアイルとかありましたよ、いっぱい。めっちゃ可愛い。お願いします。はい、じゃあ行きます。待って、恥ずかしい。どうしよう、どうしたらいいですか？恥ずかしい。行きます。南の空、南の風、南のゆりなやで、大阪府出身、高校2年生南ゆりなです。はーい。もう嫌や、ああ嫌や嫌や。初披露、初披露ですよ。もう今の7092さんが初披露です。もうほんまに嫌や、ああ嫌や。恥ずかしいよ。みんなありがとうございます、送ってくれて。トールさんとかともちゃんとかありがとうございます。七並べゆりの自分の名前じゃないですよ。応援してありがとうございます。みんな、めっちゃ嬉しいんやけど、死にそう。死んだ関係、死にそうなぐらい嬉しい。さっきまで嫌やって言ってたけど、もうめっちゃ嬉しい。はーい、もう嬉しいです。もうありがとうございます。あ、ヨーポーさんありがとうございます、見に来てくれて。
生きていきます。死ぬライブやって、うん。友達もやってた。そう、友達もやってましたよ。もう一回。もうほんまに？え、じゃあほんまのほんまの一回だけやで。え、それをもうや、もうやれへんで。いきまーす。南の風、南の、え、待って、南の、あ、間違えた、南の空、南の風、南のゆりなやで、大阪市出身、高校2年生、17歳の南ゆりなです。はい、バイバイ。はい、いやいやはい、いやです。はい、終わりました。もう言いませんよ。はぁ、なんで間違えちゃった。もうね、緊張してね、間違えるんですよ。ともちゃん、ありがとうございます。ビッグベビーさんが褒めてくれるとかもう嬉しすぎて、もうありがとうございます。いいね、久しぶり。すごく痩せた、見た時痩せたの。え、ちわさん久しぶりです。見に来てくれてありがとうございます。そう、ちょっとだけ痩せた。ちょっとだけ、ほんまにちょっとのちょっとのちょっとですよ。はい、ちょっとです。リズムがいいの、ありがとうございます。かわいい、よき。え、あやかんちゃん、ありがとうございます。いやいや、まだ入ってる。いや、入ってない入ってないです。入ってない。南の空、南の風、南のユリナヤでです。はい、ケンジさん、ありがとうございます。ありがとう。よきやね、ケイタさんや、ありがとうございます。ファンの方の名前とか覚えてます？もうね、コメントしてくれたらもう大体覚えてるかな。はい、やばい、かわいい、押してしまった。キムチさん、ありがとうございます。そんなことを言ってくれてありがとう。初めまして、もう一回。小魚さんは初めてじゃない、知ってます。もう来てくれてる小魚って人、ね、何日か前も見に来てくれてた。お正月は食べ過ぎちゃうのに偉いね。そう、食べ過ぎちゃった。カニをめっちゃ食べました。すっぴんだよね。すっぴんじゃないよ。あ、でも眉毛とか取れてる。もう眉毛はほんまの自分の眉毛やし、マスカラとかももう取れてるかな。朝のもうほんまにめっちゃ早くから、だってそれまで何も化粧直ししてなくて、アイラインも何も取れて、マスもリップも取れてるし。アスク司会の無茶ぶりはちょっとだけあり。早く顔と名前覚えてるよ。でも顔はね、会ったことないからまだ覚えてない。覚えてくれるように。え、もう覚えてる。だってさ、ショールームのさ、あの最終審査の時から来てくれてたから覚えてますよ。ゆりな配信めっちゃありがとうございます。ケイさん、そんなことを言ってくれて。ファンが言うフレーズ、なんか東西南北を入れたらみたいな感じやったから、それを参考にして入れましたよ。覚えてもらえる。え、覚えてるよ。ともちゃんっていつも言ってますよ。コールはゆりな。どっちがいいと思いますか、ゆりんやんかゆりな。キャー、めちゃくちゃバレた。バレてますよ。風さん、風さん、風さん、ありがとうございます。ファイトってやつをありがとうございます。ナンプーですよね、R さんは。俺は初見ですが、初見じゃないです。超絶かわいいユリナ、超絶かわいいユリナコールですか。目がなんかカニいいですね。そう、カニがね、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。そう、めちゃくちゃ美味しかった。なんか今日、まあ、髪の毛がめちゃくちゃ変な気がする。めっちゃ変。握手会で名前言ったら分かる。え、分かる。いや、もまいさんの顔覚えてるもん。覚えてますよ。カニカマしか食べてない。カニカマでも美味しいから好き。ユージさん、こんばんは。見に来てくれてありがとうございます。このお正月一番の思い出は何。え、いとこがなんか岐阜県なんですけど、そう、久々に会ってめちゃくちゃ楽しい。めっちゃ楽しいんですよ。みんな面白い人で、そう、めっちゃ面白いから楽しかった。劇場で、おる。ね、なんかね、ショールームを見に来てくれてた人が結構来てくれてて、で、こう言ってくれるんですよ、ニックネームを、ショールームでの。
て、そう、わかりました、すぐ。あ、みたいな。ユリナがいいと思います。じゃあユリナでいいと思いますか、皆さん。この前ベトナム、イノジュアさん、ベトナム旅行、いいな。ユリナの友達もね、修学旅行でベトナム行ってました。いいなと思って。覚えてくれて嬉しいです。ありがとう。全然もう全然覚えてますよ。覚えてるよ。パーカーかわいい。パーカー、あ、薄したらあかんのかな。はい、毎年カニ食べ、うん、多分食べてる。カニが好きやから、おばあちゃんとおじいちゃんがカニを用意してくれるんです。はい、握手会行きます。トースティーさん待ってます。会えるのを楽しみに待ってるので、ま、楽しみに待ってくれてたら嬉しいです。楽しみ。照れるけどっていうか、恥ずかしい。どうしよう。こう、じゃあコールはユリナで決定します。ユリナで決定します。星集めに行ってきます。行ってらっしゃい。釣られないように行ってきてください。大輔さん、ユリナちゃんいつからさ、夢のも始まってるの。前とかいろいろしてる。まだ正月してるよね。そう、もうね、正月はしてないけど、うん、かな。また、あ、みのくんさんや、また見に来てくれてありがとうございます。岐阜は大阪行くとき通るの。そう、ほんまに。あ、通るか。あ、通るのかな、うん、わかりません。でもね、そう、香川にもいとこが住んでるんですけど来れなくて。そう、だからね、でも楽しかった。でも親戚っていうか、ママのお兄ちゃんとか、あ、じゃあお姉ちゃんとかとバーって会った時に、ダンス今お姉ちゃんがやってるらしくて、軽いダンスをで教えてって、めっちゃイメージからのダンスをちょっとだけ教えたんですけど、もうね、こうあれじゃないですか、こうやってバーってとこう、でもママの姉ちゃんはこうって言ってるのにこうやるんですよ、全部こうバーって。でもうめっちゃみんな笑ってて、もうね、何回も教えてもね、できなかったです。あ、なおさんや、なおさんこんばんは。こんばんは、見に来てくれてありがとうございます。なおさん、ギャップのパパにはありがとうございます、そんなことを言ってくれて。でもね、これね、なんかワンピース なんかそのちょっと上を短く着るんじゃなくて、あれで着てる。なんかレディースやったら多分上らへんやから、メンズの L ぐらいでワンピースみたいなんで着てます。そう、大きめで買って下を長くして買ってますよ。ペンライトカラーは決まってる。決まってます。ライトピンクとエメラルドグリーンです。はい、そう、こんばんは。二代目さん、軽いダンス、軽く教えました。推しサインの色は決まってるの。サイン、推しサイ、サイン、サインの色黒ですよ。ととみちさん、かわいい、ありがとうございます。オーバーサイズで着るの流行ってるもんね。俺もオーバーサイズで着て、そう、めっちゃね、大きめで着てます。そうです、大きめサイズで着てるんですけど、だからそうですね、でかいです。黒のハイカットくらいのブーツっていうのかな、で合わせてこれを着てます。そう、今、あ、チャーミーさんよ、チャーミーさん来てくれてありがとうございます。もうね、チャーミーさんね、めっちゃ来てくれるからめっちゃ嬉しいです。めっちゃ見たい。サイン決めました。ほんまはなんか、音符を入れました。吹奏楽部やったから音符を入れて書きました。そうです、音符を入れたんですけど、どうなんやろ。サイリウムの色はライトピンクとエメラルドグリーンですよ。ブーツっていうかな、なんかね、ブーツじゃない、ブーツっていうモフモフのブーツじゃなくて、なんか黒のハイカットみたいなやつを履いております。でこれを着てかな。うん、ゆいにゃん今日もかわいい、ありがとうございます。のむひろさん、
マーコーさん、ハートありがとうございます。はい、ハート、ハート。ウリちゃん、いつ広島に持ってきたの？最近、最近ですよ、最近。パーカーユニア大好き、ありがとうございます。ともちゃん、そんなことを言ってくれてありがとうございます。身長高くなるんですか？そう、高くなるんです。155ぐらいになる、多分 2,3 センチのあれやから。そう、そうです。大輔さん、ありがとうございます。バラバラ、まさか、ますます可愛くなって、ありがとうございます。 R さん、ありがとうございます。マーコーさん、ありがとうございます。そんなだるまをいっぱい送ってくれてありがとうございます。言うてヒール低いね、3センチ。じゃあ聞いて、3センチ以上のヒール履いたらほんまにこけそうになる。いつもな、こけそうになるね。靴履いててもこけそうになるから、ほんまにやばいんですよ。だからね、高いのあんまり履けません。厚底みたいな平行のやつやったら履ける、こけへんから。でもこんな斜めになってるやつは危ない。マーコーさん、ありがとうございます。100個もありがとうございます。両手で押さえたいから、どうしたらいい、どうしたらいいですかね。ありがとうございます。え、待って、どうしたらいいやろ。ありがとうございます。いけ、どうしたらいい。ありがとうございますみんな、ありがとうございます。ありがとうございます。キャッチフレーズいいの、ありがとうございます。 R さん、恥ずかしい。みんなにね、今日初めてね、披露しました。ちょっと待ってね、画面がごめんなさい。そう、画面が3から4センチが限界かもね。そう、3から4センチが限界です。ゆりなは可愛い、ありがとうございます。 TKC さん、 TKC って呼んでるか、 TKC さん、ダンスの時ありがとうございます。マイさん、気をつけますね。あちこちのルーム見てきたけど、ここが一番、ありがとうございます。ビスケさん、そんなことを言ってくれて嬉しいです。ありがとうございます。ちびちゃんのままでええねん、ええねんって、ええやんええねんって言ってしまった。ええやん、間違えた、ごめんなさい。いやいや、もう大人になりたいんですよ。 LINE ハルトさん、ありがとうございます。コメント、ひでぼうさん、今日も可愛いですね。ありがとうございます。カップ麺好き。そう、聞いて、ここ来てからな、広島で来てからカップ麺食べてないんですよ。そう、配信毎日してる時あったけど、1日多分途切れたと思う、うん。また嫌や言うと、嫌や言うと、そう、ほんまに健康的で、ね、ありがとうございます。長井丸さん、ゆいなちゃん、かわいすぎ、握手券、ともちゃんと会えるの楽しみにしてます。楽しみに待ってるので、楽しみに待っといてくれて嬉しいです。カップ麺食べたくなった、 なくなった。なんか家にいっぱいカップラーメンあるんですよ。そのママがパパがなんかこっち来るときに買ってくれて、いっぱいご飯に困れへんように、そうで用意してくれたんですけど、結局もうなんか最近はなんかね、サラダチキンとかね、おにぎりとかで済ませちゃうから、カップラーメンをもうパッと開けてやるのがもう嫌なんですよ。だからそうやりません。少し痩せたの、違う、ちょっとだけ、ちょっと、ほんまのちょっとですよ、ちょっとだけの、ちょっと。喜んでくれたなら、おいらも嬉しい、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいよ、ほんまにめちゃくちゃ嬉しいで。非常食、非常食、非常食、あ、いざという時に食べる食品ってこと。浩平さん、ありがとうございます。花束、花束をありがとうございます。パチ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 、まあ、そう、なんかね、なんかねって言ってたら、なんかな、そのな、カップラーメンのな、あれ飲み物っていうか、スープがあるじゃないですか。あれを一人で飲んでしまう、全部飲んでしまう癖があって、だからもう食べてないです。もうね、お湯を沸かす時間がもう嫌なんですよ、ゆりなは。
だからもうやってない、最近は。そうそうです、ややキャッチフレーズの愛の手に入れていい、いやいや、いやですよ。大阪弁みたい、もうゆりなの大阪弁はね、やめた方がいいよ、やめた方がいいよっていうかね、可愛くないよ。違う子が言ったら可愛いやと思うんやけど、ゆりなの関西弁はね、あんまりなんですよ。飲んじゃうんだよ。そうなんです、もうね、どうしたらいいんやろ。ゆりな可愛い、ありがとうございます、てんちゃんさん、そんなことを言ってくれて。お湯沸かさ、そうそうなんです、マリコさん、いやいや、ありがとうございます、関西弁をそんなに褒めてくれて。なんかでもさ、関西、大阪弁ってちょっときつくないですか。なんか、なんか標準語の子はなんか何じゃないですか。でもゆりなは、ゆりなの場合はなんか言われたら何何みたいな感じやから、そうきつくない。違う、今度ほんまに嘘、いつもと一緒ですよ。じゃけゆるく喋る子がいる、ゆりのゆるいかな。こんばんは、あかれぱんさん、こんばんは、あ、綾瀬さんや、こんばんは、今日もありがとうございます。関西弁なのにトーンが優しいのか、なんかきつくな、ありがとうございます。あ、甲子園の方程だからさ、また見に来てくれてありがとうございます。ゆりなが言ってる、ちょうどほんまに、ありがとうございます。可愛いって言葉、ゆりなちゃんのためにあるんでしょう。そんなわけないやんか、もうやめてください。もう照れる。髪の毛は今より、なんか悩んでるんですよ。切りたいんですよね。でもこれぐらいの長さが自分的には楽かなって。なんか長すぎたらな、身長が低いからね、髪の毛長かったらな、変なんですよ。ゆりなが言うとひたすらありがとうございます。長い丸さん、長い丸、ありがとうございます。大阪弁は場所によって、あ、優しい子も、ほんまに優しいんかな。あ、でも確かにきつい人はきついかもしれへん、関西弁なんかね、ちょっとね、きつい人はきついかもしれんけど、そうそう、関西弁かわいい、ありがとうございます。今の感じ好きよ、ありがとうございます。ルーシーさん、そんなことを言ってくれて。神谷今くらいが好きやで、チャーミーさん、ありがとうございます。そんなことをもう言ってくれて。髪型今がいいね、ほんまに、ありがとうございます。髪の毛自由に切る、自由には、聞くかな。そうそう、でもね、そう、昔は、聞いてください、これ言ったっけな、ゆりの関西弁好きなんです、ありがとうございます。ヨーポンさん、大人になったらボブに行ってもしても、いや、あれやったで、ボブやったで、高1年生の時とかこれぐらいやった。そうで、外跳ねとかしてたけど、写真が見つかりませんでした。その時多分ね、友達と遊んでなかったと思うんですよ。全然遊んでても学校での撮った写真やから、それをね、送ることができなかったんですよね。何言おうとしたっけな。あ、そう、なんか前髪をなんかさ、一時さ、ちょっとアッシュのさ、なんか斜めっぽい前髪がさ、流行ってた時期ってあったの知ってますか。知ってるかな。なんかね、中学校の時らへんに流行って、で、言ったっけな、言ってない人もおると思って、なんか友達がなんか美容師になりたいみたいな感じやって、そうで切りたいって言われたから、前髪を、で、ほんまに成功するからって言われて、言ったんですよ。いいよって言って、言うのはなんか鏡を見ずに切ってからのお楽しみみたいな感じやったから、見なくて、で、友達が笑い出すんですよ、みんな。ほんじゃ、キッチンバサミでこれぐらい、ほんまにこれぐらい、ナスビのヘタみたいな感じで、もうほんまにこれぐらい、前髪もうないんですよ。で、切られて、ってなって、もう明日からもう学校へのにどうしようと思って、もういろんな、もう男の子も女の子もすごい視線で見てくるし、いいのをこんなして隠して学校教室入って、先生もみんなびっくりして、もうめちゃくちゃもう嫌やった、ほんまにね、嫌やったし、それでまだ学校はまだ、まあ嫌やけど、まああれじゃないですか。でもその学校 なしでの塾でも習い事でも、あのお店行くのもコンビニ行くのでも、あの子の前髪すごいみたいな感じの目でめっちゃ見てくるから、めちゃくちゃ嫌でした。そんな話。ゆりなの弟
ユリナの弟？え、誰？誰誰？ユリナの弟？ユリナの？え？帽子かぶら、いや、ユリナの帽子かぶれへんかったんですよ。ブレたと思われた。うん、なんかどうしたって思われました。うん、なんかどうしたって。え、めっちゃいろんな子に前髪どうしたん、やばくないとか言われて、そうって言ってこうやって隠して、もうどうしたらいい、ユリナもう人生終わったって言って、もうね、学校行くのが恥ずかしかった。リュックで隠してた。こうやって隠しときもあったし、自分のリュックで顔を隠しながらこうやって抱えて入りました。ひろきちさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。アイキやで。あ、アイくんやん。アイくん。アイくん何してるん？ちなみに本物の弟です。多分っていうか、多分そうっぽい。なぜリュックで、え、なんかリュックの方が大きいやん、顔バンって隠れる。手やったらさ、なんか両手で隠さなあかんから、リュックで、なんか言うな、リュックな、後ろじゃなくて表でな、もうこうかけて抱える癖ある。なんか持ってなかったらなんか嫌なんですよ。だからリュックで上に上げて顔をくって隠してました。今日も顔ありがとうございます。そう、こうやってやったら逆に目立つからどうしようと思って、最終は下向いていったけど、え、でもなんかね、何やったっけ、なんかもう最悪な時期やって、体育祭かな、もう斜めやったんですよ。体育祭もう嫌じゃないですか。体育祭とか集合写真とかさ撮るのにさ、ユリナだけさ斜めでさ、もうほんまに嫌やった。でもユリナが髪だけ前髪切っていいよって許可したから、まあその子のことはなんか、もうなんでこんなんできるよとかは言わなかったんですけど、もうまあその時は笑いでなんか収まったんですよ。めちゃくちゃ面白いみたいな。でもユリのもまあ面白かったから、まあ、全然良かったんですけど、でも後から考えたら、あ、この前髪やばいと思って、家帰った時も家族にみんなに笑われました。そう、こんばんは。あ、ケンジさん、こんばんは。こんばんは。8歳の弟くん、そうですよ、8歳の弟くんです。漫画好きな、漫画好きな弟はね、ユリナに興味っていうか関心がないんですよ。面白い。いやいや、絶対嫌です、もう嫌です。8歳なんじゃ。そうです、8歳です。そうです、いつもリカちゃんとこう見てるけど、実際ユリナちゃんフォロー、ありがとうございます。ひろきちさん嬉しいです、ほんまに。フォローしてくれてありがとうございます。しかも見てくれてありがとうございます。まあ運転中なので一時停止ご挨拶。あー、つーさんお久しぶりです、ありがとうございます。運転中なんですが気をつけて事故せずに帰ってください、お家に。お姉ちゃんのこと好きなんじゃね。うん、好きなんかな。好きやったら嬉しいんやけど。ゆいなは弟に牛養してるのに嫌がられます。なんでやろう、めっちゃ嫌がられるんですよ。一周50ポッポユリナマーコンさん、50欲しいかってこと。早口で聞きやすいよ。そう、めっちゃ早口なんですよ。ツンデレかな、ツンデレなんですかね、どうなんやろ。そう、お父さん応援してくれてるかな。長井丸さん、ありがとうございます。100個だるまありがとうございます。パチ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 ありがとうございます長井丸さん。もうね、ごめんなさい、片手でやってるからね、両手でありがとうって言えなくてごめんなさい。春季やからかな。でも聞いてくだ、でもなって聞いてください。あのその最後バイバイみたいなするじゃないですか。あのみんな家族は来てくれたんですよ。ママもパパも一番下の弟も、でも真ん中の弟だけはあれ、最後お見送り来てくれなかったんですよ。家でお留守番して行かへんって言って来てくれなかったんですよ。そう、誰もありがとうございます長井丸さん。ほんまに弟も恥ずかしいの、恥ずかしいのかな、どうなんやろ。でもね、普通になんかね、その時はね機嫌が良かったんか分からへんけど抱きついて来てくれた。そうです、大阪のひろし、あ、ひろしくんありがとうございます。ひろしさんありがとうございます。みかんと
こたつ、たい、なんかね、たこ焼きって言ってしまう。トークおもろいよ、面白い。ゆりなのトーク、あ、ひろふみさんこんばんは。ほっぺで拍手してる、さすが天才。ほっぺで、で、そうやってる。今日は南ゆりな連発出力がやってないないです。この配信紙で倒せ、ありがとうございます。そんなこと、南ゆりな連発する子、南ゆりな連発する子、あ、わかったぞ、わかったぞ。新大阪まで、そうです、新大阪まで、そうです。反抗期がどうなる、でもね、来てくれへんかった。ソファーで寝転んでました。真ん中の弟は中3で仕方ない。こんな可愛い姉ちゃんいたら素直になるの、どうなる。でも全然可愛くないし、ゆりなは折れへん接待になってるらしいです。学校ではお姉ちゃん折れへんって言ってるらしいんですよ。どう思いますか皆さん、ほんまに。もうゆりなは悲しいです。広島ですよ、もう髪の毛ツルツル、そう、ほんまに。でもうね、トリートメントとかね、最近してないんですよ。やばくない、なんか友達になんかお姉ちゃんアイドルしてるんやろって言われたらしいんですよ、中学校で。んで、なんか女の子3人の団体に言われたらしくて、無視したらしいんですよ、弟は。でそういうの言いたくないタイプなんですよね、弟は。自分の家の話とか。んで、言わへんくて。で、また言ってきて、名前なんて言うん？その女の子たちは聞いてきたらしいんですよ、弟に。ほんで、なんか、そんなんまず言ってないし、お姉ちゃんおれへんわって言っとって言われて、なんでゆりなおれへん設定にするのって思いました。もうほんまに、なんでゆりな、うん、広島にね、おるのにおれへん設定にされてるんですよ。でも一番下の弟はゆりなが、ゆりなちゃんとお姉ちゃんおる設定にしてくれてるけど、真ん中の弟はおれへんっていう、もうゆりなおれへん、お姉ちゃんいませんっていう感じなんですよ。もうどう思いますか。待って、フードが邪魔なんですこれ。 どうしてここで挟んどく、挟んどきます。こう挟んどこ。そう、中学生は難しい。そうなんですよ。だから勉強してるかどうかも分かりません。いつもね、パッて見たらゲームばっかりしてるから、ね、そう、塾とか行って勉強はしてるけど、どうなんかが分かれへん。ほんまにどうなるんですかね、ゆいなの弟は。折れへんはいけないやろ、どう思いますか。彼の気持ちはわかる。でもなあ、どうなんやろ。そう言ってるらしい。ゆりには、ゆりのお父さんもパパ思い、そう、中学の男の子はそんなん思っちゃう、ほんまかな。あ、カッパさんや、こんばんは、こんばんは。そうなんかな、どうなんやろ。でもゲームの話をしたらめっちゃ盛り上がる。弟にゲームの話をした、ゲームの話が言ったら全然話の話題が広がりません。それ多分サイン頼まれるパターン。いや、頼まれへんと思うよ。まず弟の友達っていうか、同じその子とか全然知らんし、あのテレビにショールーム映してる見る家族は好き。しかもおじいちゃんもおばあちゃんも見てるんですよ、携帯2台で。しかもママのお姉ちゃんとかも見たりしてるんですよ。そう、みんな見てるんですよ、ゆりなのショールームを。中3で勉強、そう、ゆりなもうね、アホすぎてめちゃくちゃしてましたよ。今日も見てます、絶対に見てます。みんなに愛され、めっちゃ見てくるんですよ、ほんまに。家族に関して、そうですよ、もう、中3の時はまず小学校の時に自分が頭ほっていうのを知られたくなくて、あのなんかさ、はい、南さんって言って当てられるじゃないですか、この問題はみたいな。でもそれがほんまに嫌すぎて、自分が頭アホってバレるのが嫌やから、でいつも答えられへんくて泣いてました。もう泣いてて、でも高校になったら自分の頭の偏差値の高校やから、ここでその中でも上の方だったんですよ、ちょっとだけ。だからあの答え、あの当てられても全部正解して、全部っていうか答えられとったし、そう、よかった。
でも小学校とか中学校の時は点数とか見られるのはめっちゃ恥ずかしかった。もうね、いつも50、60点とかやって30もあったし40、10から60まであって、でそれを見られるのがめっちゃ嫌。みんな80とか取ってて中学校の時で、ゆりのは両手で隠して押さえてました。欠点は2個30何点とか。でも仮欠点みたいな、ほんまの欠点じゃないから、とみんなはもっと欠点いっぱいあったよ。10教科あったら9教科欠点とか、そう8個も、あ8個欠点の時はもう下に下がってました。そう俺の時代と今のこうちょっと違うけど、お姉ちゃんとか親のことが何々しいのかな、なんか羨ましいのかな、せましいのかな。大輔とは何て書いてるんですか。こんばんは、こんばんは、みなみちゃん順調に休み、ほんまにありがとうございます。仮決定なんかね、その3回あるじゃない、あんねんな、そう3回かな2回かな、期末、中間期末、中間期末、中間期末って1、2、3ってあるやんか。で中間の時にまあ30何点とか取ったら、取っても期末の時にそのそれ50、70点とか取ったらその欠点がなく消えるみたいな。でも期末も欠点で、中間も欠点で、期末2学期の期末欠点じゃなくて13の、3学期の中間も期末も欠点やったらもう全部欠点みたいな、一教科それは欠点みたいなってなるねんな、なんて言ってるか分かれへん自分でも。確かに顔でしょ、嘘、ありがとうございます。赤点取ったことない、ほんまに絶対嘘や。いいのはもう取ればできるじゃない、取ったら取るんですよ。リマカセプリンスさんとさ、やればできるから大丈夫っていうのでさ、間違いちょっと混ざっちゃった。欠点取ったら補習じゃない、欠点取りすぎてこの子はやばいってなったら面談があるんですよ。であとは課題みたいなのがいっぱいある。でもそれは両方やったことないです。面談とかもやったことないし、懇談もやったことない、全然。そう優秀やったんですよフィリナは。はい、天才でも欠点取るんやなって。まあ、ちょっとの欠点ですよ。面談お母さんが一緒に行くんですよ。ユリナは行ってないんですよ。でもまあ例えばユリナとママが一緒に行って2対1でここがここやばいからみたいな感じであるらしい。でもユリナのクラスは8人ぐらいかな呼ばれてたの、8個だっけ。そう取ってしまった。そのショールーム審査の時にバイトしとって、まだそうバイトしてしてからのショールームしてからのあ学校バイトショールームで勉強みたいな、で次の日テストやって、でもそれで次の日3教科テストとかやって、だから全然もうね欠点ばっかりでしたその時は。でもその前中間その前は欠点全然取ってなかった。普通に80とか90もあったよ。ひろきちさんに危険救世で一番可愛いと思うひなちゃんのユニークで応援してます。ありがとうございます。ひろきちさんそんなことを言ってくれて、もうほんまになんかこんなにしてしまったけど、ほんまにありがとうございます、ありがとうございます。もう嬉しいです。今バイトしてないよ、今はバイトしてないけど、その最終審査ね受けてる時はバイトしてたんですよ。ゆりなはそう高1年生になってから4月中学校3年卒業してからの4月からバイトをしてました。そうバイトしてましたね。3個してた。オーディション、そうテスト重なったからめちゃくちゃねやばかった。日
本とかの、そう、暗記系が得意なんですよ、ゆりの。教科書ごと覚えてました、いつも。そう、日本史と、日本史は全部教科書で覚えてました。学校やバイトの人は少女見てなかった？見てたよ、学校の人。しかもな、学校の先生まで見てたんで。やばくない？生物って習った？生物基礎、化学基礎とか習いました。そう、暗記はね得意かな。なんかね、文字系の文章の暗記が得意。そうそう、もう少し楽して。 R さんありがとうございます。もうほんまに、何回も会いますよね。じゃあ R さんと楽しみに待ってるので、いっぱいお話ができたら嬉しいです。まあ、それなら何の、アイス屋さんとか、もう一回イタリア料理で働きたいかな。楽しかった、料理を出すのがね楽しかった。担任の先生も違う先生も見てました。いろんな教科の先生が見てた。今自分の好きなことができているのか幸せ、めちゃくちゃ幸せです。ほんまに幸せ、もうこんなに、ほんまに幸せと幸せの幸せです。こんなにたくさんの人が、ね、応援してくれてもう幸せですよ。こんばんは、何度目の初見かな。もう猫兄さんはずっと見てくれてるよ。科学の先生はね見てくれてなかった。先生もそうで、ね、先生にコメントもらっとったよ。待っててね、待ってます。 R さんに会えるのを待ってるので、 R さんも待っててください。イタリア料理作れません。ホールでね、料理をこうやって、お盆をこうやってやってやってました。失礼しますって言って、お部屋ですって言って置いてました。オーディションの動画で、見てたよ。中学校の先生で、その弟も中3やから、その合唱コンクールとか行った時に会って、そうそう喋りました。バックパーカー女子かわいい、似合ってる、ありがとうございます。チャーミーさん、そのパーカーです。今日はこの紺色かな、お部屋かいな。そう、お部屋とか、そう、あとはピザとパスタとか、スミロフとか、なんかいろんなやつをね出してました。ちびかわいいで、そう、聞いて、そのね、身長が低いから、エプロンっていうか、なんか赤のなんかを、あの腰っていうか、なんか下に赤の何やろ、エプロンみたいな、こうからのエプロンじゃって、なんか下の方にぐるぐるってなんか巻くんですけど、そうそう、なんかそう前くんですけど、身長が低すぎてほんまに足つきそうになりました。スミノフお酒、そう、頼む人が結構って、なんかいろんなグラムを測って、そうやるっていう作業とかありました。まかない何が嬉しかった、まかないは自分で選べるんですよ。まかないは、そう、何やったっけな、カニのパスタみたいな、あとはカルボナーラとかピザとかも頼めたかな。うん、マコウさんありがとうございます、ハート、ありがとうございます、ハート。マコウさんありがとうございます。ふーちゃんおいしいですか、ふーちゃんおいしい、ありがとうございます、ほんまにありがとうございます。猫家さんありがとうございます。身長何メートル、151.5 センチですよ、チャーミーさん。まかない、そう、でもあれやで、あのね、平日とかは食べられへん、あのね、ロング、朝から夜までした人しかまかないは食べられへんかった。でもまかないは食べてなかったかな、あんまり。そう、飲み物を飲んでたり、サラダチキンとか食べたり、たこ焼きとかあったら食べたりみたいな、違うところでって感じかな。 1.5 センチでの強調、当たり前やん、強調してるよ。 1.5 センチは大事なんで。そこに客で行ってたらナンパしてたわ。嘘、ほんまに、ナンパとかされたらもう笑います。
うん、家ではでも家ではお客さんの顔は覚えてたかな結構。そう、もうねやばいやばい時はやばかった。あのミスをしていっぱい、そう、わかんない、バイト、バイトですよバイト。笑顔がよきよき、ありがとうございますマーコーさん。それでは先に寝ます。ともちゃんおやすみなさい、見てくれてありがとうございました。おやすみなさい、いつも応援してます、これから頑張ってください、ありがとうございます、頑張ります。お客さんに、うん、その渡す寸前に落としてしまったり、あとは、あとは何やろ、なんかねいっぱいやらかした記憶がある。あとは何やろ、つまずいてたよく。でお客さんがめっちゃこっち見て、ゆいのはつまずいてないふりして、え、何ですかみたいな感じの顔で見てました。いつもおにぎりのツナマヨが大好きですで、天才やろ。そう、そんな感じでいつも過ごしてましたね。あと大きく声を言わないとダメで、それがねきつかった。いらっしゃいませ、なんかいらっしゃいませもめっちゃ大きい声じゃないとあかんし、なんかグリル野菜お願いしますっていうのもめっちゃ大きい声で言わなあかんくて、もうねやばかった。おやすみ、ありがとうございます。おやすみなさい、 R さんおやすみなさい、名前覚えてくれて楽しい、決定します。え、富永浩平さんは覚えてますよ、いつも大阪府からこんにちはって言ってくれるので。つまり、そうなんです、配信5分で後割り、嘘、じゃあランキング読みます。そう、時計がさないからな、ちょっと分かりませんでした。みんなありがとうございます。じゃあちょっと読みたいと思います。ごめんなさい、片手やからさパチパチがさちょっとできへんねんけど、いいですか、どうしたらいいやろ。はい、1位が長い、あ、1位読んじゃった、1位から読んじゃった、まあいいか。1位長井丸さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも見に来てくれてありがとうございます。いつも毎回毎回ありがとうございます。2位が風波さん。風波さんも見に来てくれてありがとうございます。パチパチパチ。ほんで、3位があやかんちゃん。ありがとうございます。ほんまにいつも可愛いね、もう加工をありがとうございます。4位が哲宮さん。ありがとうございます。パチ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 。ごめんなさい、めっちゃ iPhone という携帯が揺れちゃう。で5位がまーちゃん、まいさん、まいさんありがとうございます、見てくれて忙しいのにありがとうございます。6位がけいたさん、ありがとうございます、パチ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 。7位がたつさんありがとうございます、ちょっと待ってな、パチパチパチ。あ、8位たーさんコメントしてなかったでの、また見に来てくれてありがとうございます。9位がマリックさん、ありがとうございます、いつも見に来てくれて、昨日さ、そうゆりの配信の終わった瞬間に多分コメント来ててさ、来てたね、あ、なんか今終わる、なんか来とって、で、あって思いました10位がゆうやみさん、ありがとうございます、パチパチ。11位がマコンさん、ありがとうございます。12位が浩平さん、ありがとうございます、パチ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 。13位が30点さん、ありがとうございます、はい、パチパチパチ、ありがとうございます。みんないっぱい見てくれてありがとうございます。ちょっと待ってな、あ、通報しでだった、なんかおかしくなった、ちょうど行って終わるとこやったら泣いてないけど、そう思った、拍手かわいい、かわいくない、こうやってなってる、ごめんなさい。今何分か分かりますか皆さん、そうごめんね、みんな時計がないからさ、今日は呼ばれずに終わりそうな。あ、ヒゲさんありがとうございます、もう見てくれてるだけでみんなありがとうございます。呼んでなくても、もう見てくれてるだけでありがとうございます。チャーミーさんありがとうございます、みんなありがとうございます、教えてくれて時間を。少しが見れたから、また、あ、みーさん、ありがとうございます、みーさん。たーさん、配信ありがとう、全然、
さあさあ、ありがとうございます。明日は夕方とかかな、お昼とかかな、明日が学校やからあんま来れんけど、またくな、ありがとうございます。浩平さん待ってます。学校頑張ってください。ファイト、頑張って。配信見ながら見に来るの、ありがとうございます。お疲れ様でしたから、仕事やから多分連絡に、なんかまた見に来るね。ありがとうございます。ぜひ見に来てくれたら嬉しいです。じゃあ見に来る楽しみ、ありがとうございます。じゃあもう多分59分やから終わりたいと思います。ありがとうございました。じゃあ終わります。また明日もやると思うんで、はい、じゃあバイバイ、ありがとうございました。